日本鹿児島県鹿児島市、中山中山は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧谷山郡谷山郷中村、谷山郡,谷山,郡谷山村大麻中、鹿児島郡谷山町大麻中、谷山市、中町。中山一丁目、中山二丁目及び中山町があり、中山一丁目及び、中山二丁目では住居表示を実施している。 郵便番号は、中山1丁目及び、中山2丁目は891-0108、中山町は891-0105。人口は12,464人、世帯数は5,083世帯。中山町の町名の由来については、町名の由来を参照。鹿児島市の南部、長田川の中流域に位置している。町域の北には、山田町、南には、 上福本町、西方には、鹿児島市春山町、鹿児島市五家別府町、日置市吹上町よくら、東方には、桜ヶ丘、宇お町、自由ヶ丘がそれぞれ接している。町域の東部を南北に、鹿児島県道215を、小山田谷山線が通っており、中央部を、いぶすきスカイラインが南北に通っている。教育機関は、町域の中央部に、 鹿児島市立中山小学校がある。中村という地名は、南北長期より見え、薩摩国谷山郡の存命であった。市徳四年の平忠信寄信場に、薩摩国谷山郡のうち、中村水田一丁と見えるのが中村という地名の初見であると考えられている。また、この寄信状により、山田村にあった江徳寺に水田が寄信されている。 江戸期には、薩摩国谷山郡谷山郷のうちであった。詳細な年代は不明であるが、江戸初期頃は山田郷に属していたとされる。三国名図杖や薩摩国郷村石月町によると、山田郷はその後、伊咲佐郷と合併し、谷山郷となった。村高は、天保郷町では2486国余り、 休校給料では2467国余りであった。鹿児島市合併まで、編集1889年に町村制が施行したのに伴い、谷山号の区域より谷山村が成立し、江戸期からの中村の区域は谷山村の大技、中となった。その後1924年に谷山村が調整施行し谷山城中となる。百五十八年には、 谷山町が市政施行し、谷山市の町名、中町となった。鹿児島市合併以後、編集1967年に谷山市が鹿児島市と合併し、それに伴い中から中山と改められ、鹿児島市の町名、中山町となった。1976年に中山町の一部が魚見町、1978年には、 桜川丘一丁目から桜川丘七丁目に分割された。1997年2月17日には中山町の一部より東谷山七丁目に分割され、同年11月17日には中山町及び山田町の一部で住居表示が実施されたのに伴い中山一丁目及び中山二丁目が設置された。2001年に中山町の一部が 生は二丁目となり、2017年2月6日には、中山町の一部及び、上福本町の一部の区域より、生は三丁目が設置された。中山町は1967年の谷山市と、鹿児島市の合併までは、谷山市中町で、中山小学校の名称の由来は1887年に、中村に設置されていた下タ学館、白山小学校。 山田村に設置されていた黒丸小学校を統合し、二つの村名から取り、中山小学校が中村に設置されたことに由来する。鹿児島フレあイスポーツランド、公共教育郵便局商業私立小中学校の学区は以下の通りとなる。イブスキスカイライン、中山インターチェンジ有料道路県道。ありがとうございます。